はい、どうもこんにちは、カンタです。今日は契約書大量開封の方をやっていきたいと思います。まあ、最近ね、契約書開封ばっかやってる気がするんですけど、まあ、自分の場合はドリームキャラバンを頑張って契約書を貯めました。で、そのドリームキャラバンの結果が、まあ、ツイートにもしたんですけど、最終的には合計81周で S ランク 30% 契約書が13枚という結果でした。まあ、個人的にはまあまあ S ランク 30% 出たかなっていう印象でした。まあ、皆さんもね、結果などコメント欄に書いていただければ嬉しいです。で、まあ、そのうちね、5枚は、まあ、前々回の動画で5枚一緒に引いちゃったので、まあ、残ってる S ランク 30% 契約書8枚と、あとね、ゴールド契約書とか S ランク 10% 契約書とか溜まってるので、まあ、合計13枚ね、ガーって引いていきたいと思います。あとね、ちなみに S ランク 10% 契約書は、最強決定戦でゲットしました。まあ、自分ね、最強決定戦のオールスターリーグに合わせてオーダー作ってるんですけど、まあ、参加がてらセリーグ限定リーグで、まあ、ついでにね、参加した感じだったんですが、まあ、いい感じにね、最終日に順位が上がって1000位内入りました。まあ、次回ね、多分オールスターリーグだと思うので、その時は上位目指して頑張りたいと思います。ということで、契約書開封の方やっていきます。どうぞ。はい、ということで10枚以上あるので2回に分けて引いていきます。まずはこれはゴールド契約書と S ランク 10% が1枚混じってる感じですね。合計5枚です。さあ、ここで当てたらラッキーですね。まあ、次に S ランク 30% 契約書8連が控えてるんで、ここで当てたい。あー、当たんないか。まあ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 、 S ランク 30% 契約書に期待ですね。お、ここは A。 お、山田選手いいですね。で、メヒア選手と OK ってことで、まあ、メインのね、S ランク 30% 契約書の8連を引いていきたいと思います。はい、ということで引いていきたいと思います。狙いはミート型の野手です。いきます。まあ、今ね、ピッチャーは、お、あ、まあ、これは関係ない。まあ、ピッチャーはね、合計7球種以上の、まあ、ピッチャーが当たれば、もう全員ね、3400で固められるんで、まあ、バッターが欲しいですね、今は。ミート型のバッターが欲しい。お、佐野選手、まあ、自チームなんでいいでしょう。さあ、おう、岡田選手、近藤選手、いいですね。まあ、S が出てほしいな。大山選手、お、消防に使おうかな。お、誰だ、大山選手か。大山選手、出るな、めっちゃ。さあ、6枚目。島本選手、OK。あー、また佐野選手。いやー、かぶるな。あんまよろしくないな。もう一回、S ランク出て。お、小川選手。小川選手はどうだったっけな。極みはできるんですけど、1234、お、5679種、 OK。 小川選手はナイスです。そしたらもうピッチャーは全員3400で固められます。まあ、全員育ったらですけど。はい、ということで続いては S ランク中継ぎが追加されたということで、中継ぎ徹底評価の方やっていきたいと思います。評価は S ランクから C ランクの4段階で、相対評価で S から C に3人ずつ振り分けたいと思います。評価方法としてはリーグオーダー目線で評価をします。 A 能力の多さや同値のしやすさ、限界突破しやすさなどを重視していきたいと思います。ということでやっていきたいと思います。まずは西武平井選手、球威78の B、 制球66の C、 スタミナ72の B ということで、評価は A とさせていただきます。今回ね、追加された中継ぎの選手たち、似たような能力の選手が多くて、やっぱ消防で球威 A 可能だったり、まあ、そういったね、選手が多い中で、この平井選手も球威 A 可能っていう感じなんですけど、まあ、その中で、まあ、評価 A の決め手となったのは、やはり平井選手は、まあ、ずっとね、A ランクが排出されていたので、限界突破しやすいっていうのと、まあ、球種がね、他の選手に比べて若干多い6球種あるということで、今回は評価 A とさせていただきます。続いてソフトバンクモイネロ選手、球威82の A、 制球68の C、 スタミナ66の C ということで、評価は S とさせていただきます。やはり今回の選手の中で称号で球威 A 可能っていう選手が多い中で、まあ、デフォルトで球威 A 乗ってるモイネロ選手は評価 S で問題ないと思います。まあ、制球がね、 C になってしまったんですけど、まあ、称号でね、制球 B にすれば見栄えの面でも結構良くなるんじゃないかと思います。で、球種の方も最低限の5球種あるので、まあ、十分リーグでも使えると思います。続いて楽天森原選手、球威79の B、 制球72の B、 スタミナ67の C ということで、評価は B とさせていただきます。まあ、森原選手が評価 B になった理由としては、やはり限界突破が少ししにくいかなと。まあ、今までね、 A ランクがあまり排出されていなかったので、限界突破できる人が少なく、まあ、称号まで持ってくる人がそもそも少ないので、一応称号で球威 A 可能ではあるんですけど、評価は B とさせていただきます。で、球種の方も少しね、4球種とそこは不安ではあるんですけど、まあ、抑えもできるっていう点では少しいいんじゃないかと思います。続いてロッテハーマン選手、球威78の B、 制球68の C、 スタミナ63の C ということで、評価は B とさせていただきます。
ハーマー選手もまた称号で球威 A が可能となっていて、球威 A、制球 B、スタミナ C とする称号もあるので見栄え的に整えることも可能となっています。さらに球種の方を見ていくとしっかり5球種あるのでリーグで使う分にも問題ないと思います。続いて日本ハム宮西選手、球威82の A、制球80の A、スタミナ64の C ということで評価は S とさせていただきます。やはりデフォルトで球威制球 A は強いと思いますし、称号次第で球威制球同時可能なのもいいと思います。球種の方を見ていくと4球種と若干不安ではあるんですけど、まあ、それを補えるほどのステータスはあると思います。ちなみに宮西選手リアタイでめっちゃ強いと思うので自分が欲しい選手の一人です。続いてオリックス近藤選手、球威78の B、 制球58の D、 スタミナ64の C ということで評価は C とさせていただきます。まあ、評価 C にしてしまったんですけど、まあ、やはりね今回追加された中継ぎの選手の中で外れの選手がいなくて C ランクの選手を3人振り分けるってなった時に、まあ、近藤選手を C ランクに振り分けてしまうって形になってしまったんですけど、まあ、全然弱くはないと思います。で近藤選手も称号次第で球威 A 可能となっていて、で球種の面でも5球種と最低限あるので十分に使えると思います。続いて巨人中川選手、球威76の B、 制球75の B、 スタミナ68の C ということで評価は C とさせていただきます。中川選手称号で球威 A が可能ではないので、まあ、評価は C とさせていただいたんですけど、まあ、称号次第で球威制球が同値になるのでそこら辺はいいと思います。ただピッチャーの同値っていうのは野手の同値に比べて、まあ、ピッチャーのコンボが出しにくい関係があって、まあ、少しね、まあ、オーダーに入るときにこの同値が関係してこないっていう人が多いと思うので、まあ、球威 A の方がまあ需要があるよって人の方が多そうなので、まあ、そういう点で評価は C にさせていただいたんですけど、まあ、需要がある人にはものすごく需要があると思います。で球種の方を見ていくと5球種と最低限あって中継ぎ抑えとできるので非常に便利だと思います。続いてベイスターズエスコバー選手、球威80の A、 制球70の B、 スタミナ71の B ということで評価は S とさせていただきます。やはりデフォルトで球威 A 乗ってるのは素晴らしいと思いますし、制球とスタミナも B 乗ってて見栄え的にも抜群に ABB で素晴らしいと思います。で球種の方を見ていっても5球種あるので最低限いいと思うので、まあ、リーグの方でも使えると思います。続いて阪神岩崎選手、球威80の A、 制球71の B、 スタミナ65の C ということでやはり称号いらずでデフォルトで球威 A 乗ってるのは強いと思いますし、まあ、制球も B 乗ってるので見栄え的にもいいと思います。で球種の面の4球種っていうのが少し引っかかって評価は A とさせていただいたんですけど、まあ、リーグオーダーの球種の数が余裕あるっていう人は、まあ、評価 S の選手と同等の価値があると思います。続いて広島市岡選手、球威76の B、 制球68の C、 スタミナ63の C ということで評価は C とさせていただきます。まあ、全然弱くはないんですけど、まあ、称号で球威 A 届かないっていう点で評価が C にさせていただきました。で球種の方を見ていくとしっかり5球種あるので最低限あると思うので、まあ、リーグオーダーに入れるのも悪くないと思います。続いて中日マルティネス選手、球威79の B、 制球64の C、 スタミナ64の C ということで評価は B とさせていただきます。やはり球威が79と一番ね球威 A に近くて称号で球威 A にしやすいので、まあ、その点がいいと思いますし、球種の面も最低限の5球種あって中継ぎと抑えが S で可能なのでそこら辺もいいと思います。続いてヤクルト石山選手、球威78の B、 制球76の B、 スタミナ62の C ということで評価は A とさせていただきます。まあ、称号で球威 A 可能なのはもちろん球威制球どっちも可能となっています。まあ、称号でね球威 A 可能の選手の中で誰を評価 A にしようかとか迷ったんですけど、まあ、その中で石山選手は球威制球同値にできるっていう特徴があったりだとか、まあ、比較的限界突破がしやすいだとかそういったことがあったので評価は A とさせていただきました。で球種の方を見ていくと4球種とここら辺が若干、まあ、懸念材料であるかなとは思うんですけど、中継ぎと抑えが可能なのでそこら辺はいいと思います。以上です。いかがだったでしょうか。今回ね似たような能力の選手たちがたくさんいて、まあ評価を振り分けるのがとても大変ではあったんですけど、まあざっとこんな感じだと思います。ということでこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。